こんにちは。大きな造形フラワーアレンジメント教室ブーケットパフュームの相澤智美です。本日はこちらの、柑橘系の香りがとても爽やかなブルーアイスと、そして、パープルピンクのカラー、こちらの、白枝を使ってちょっとクリスマスをイメージしたアレンジメントを作ってみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。
ではこちらで、アレンジメントの完成です。ポイントはこちらのカラーを、手でねこのようにして、溜めて曲げてみたんですけども、それをこちらの右側とそして左側と、向き合うような形で形を作ってみました。このようなね形の大きなアレンジメントをブーケットパフュームではレッスンしています。説明のところに、ホームページのご紹介などもしておりますので、もしご興味がありましたらご覧になってみてください。それでは最後までありがとうございました。